小生サジと申す者、さて参ろうか。装備さんの下界、小生のいない間に随分と世相は移り変わった。サジ、あざなは玄宝、道術を体得し超常的な奇跡を操る道士である。彼は常に混迷の世を憂い、戦乱を打破する器を探し求めていた。時代を託せる英雄を求め、サジは静かに戦場に降り立つ。龍玄徳、陣を掲げ世を救わんとする者がこの地を巡り争うか。敵するは波動を掲げる宋猛徳、その器は乱世においてのみ輝くであろう。どちらに時代を託すべきかは明白。世のためには宋猛徳の道をくじかねばなるまい。まずはキャツを解いてみるとしよう。それでもなお己が道を行くというならば、いさかいは避けられぬであろうよ。何者だ？おや、小生に気づいていたと。その風体、同志の類か。寄捨て人がわしに何の用だ？そう思うとき、そなたも世を捨ててみぬかね。ん？そなたの理、そなたの道はその果実の川のごときもの。人の実と言うべきものはそこにはない。うん、くだらん座教。だからとて情で動く劉備こそが天下にふさわしいとでも言うつもりか。さよう。他の大徳こそ人の心を満たし、時代を安寧へと導くであろうよ。どうであろう、そう思うとせよ。そなたが世を捨て、天下を龍玄徳に譲るならば、小生がもっと先導の費用を授けようぞ。うん、あいにくとわしは神仙になどなる気はなくてな。最後に今一度と、お主は何者だ？小生は左源、龍玄徳を支え、そなたの道をくじかんとする者と覚えておきたまえ。
か。何を召し上がりますか。またのお越しを。馬がご入り用で。また馬がご入り用で。またお待ちしてます。玄徳、人心を持つ者よ。そなたはなぜ戦う。ご老人、そなたはなぜ戦うのかと私に。さよう。そなたは人が傷つき倒れることをよしとしない者。ならばなぜわざわざ己から戦を起こすのかね。その先に皆が笑って暮らせる世があるならば、私は戦うと決めた。今この時の民の痛みも私はわかる。だが私はその痛みを背負ってでも前に進まねばならんのだ。そなたの人徳の器、やはり小生の見込んだ通りであった。人の子のいさかいに同志が手を出すのはやぼ。だが世の乱れは収めねばならぬ。龍玄徳、その大器花開くまで小生が手を。同志、そなたは一体。小生は左源法。手始めにこの地より宋孟徳を追い払うとしようぞ。乱世を治められるのは王道、すなわち大徳龍玄徳の歩む道のみ。故に波動はここに費えさせる。帝軍山を孫孟徳の墓場にして死んでいる。この者は俺が撃つ。いざ、この総分裂が相手だ。劉備殿の大使のため負けられぬ。長州参る。受け取るといい。おなむけだ。今俺ではこれが限界か。この苦杯忘れないぞ。新たな時代を芽吹かせよ。見事な戦ぶりだ。馬長様が。この戦線を死守する。一歩も引いてはならぬ。さあ惑い止まえ。得意だよ。ほらほら、一気加勢ってやつ。鉄柱、小生が打ち取った。やる。
楽にしてあげる。積み荷が減ってきている。でもバトンのところまで持てばそれでいい。今日こそはと思ったのに。まだ悪夢は続くのね。助太刀感謝する。ここからは俺も共に。小生にかかればたやすいことよ。おお、いい戦ぶりだ。俺たちはここで敵を食い止めるぞ。虫一匹通さねえ覚悟で守れ。ここが要か。俺たちはこの地で守りを固めるぞ。違うな。ここは倒産。縁の旅の貴様らを撃つ。邪魔。殺せ。さて、そろそろ自力の差を見せてやろう。連打の兵数は俺たち義軍が上だってね。今こそ我らの勇を示す時。皆進め。我ら義軍盛況無比なり。なんだこの気迫。俺たち勝てないんじゃないか。ひるむな。敵全て倒せ。なんてすごい活躍だ。俺たちも続け。敵軍を倒すんだ。すまない、レインボー。腹打ちは次の機に必ず。いや、まいった。こうもやられては策の練りようがない。新たな時代を芽吹かせよ。いいぞ、その調子だぜ。地を攻め、これを接収する。みんな進め。よし、ここで防御体制を取るのだ。よっ、覚悟せよ。貴様らの首、加工園への手向けとしてくれる。殿、あらぬ気は私にお任せを。花公園将軍に美しい勝利を捧げましょう。あ、
いや、随分と戦上手になったものよ。まさかわしが引かねばならぬとはな。所詮この者の前には勝つのものだ。ではこれ以上戦ってもあだばなとなるだけ。ここは退却するほかありませんね。今日春外並ならぬ将であった。この猛徳の将ならば撃たねばならぬ。背徳を助けることはできたが、そう猛徳の動向まだ注視せねばならんな。スカッとしたぜ。俺たちだけで義を追い払ったんだからよ。まあ曹操の野郎は逃がしちまったけどよ。張飛殿、艦長。ん、皆の風船にか。あなたはこれで満足なんで。当分の間魏が艦中に攻めてくることはないでしょう。次に魏が狙うとすれば慶州。玄徳の義弟よ、孫忠謀をどう思うかね。そなた何者か。小生は左源法。劉玄徳の慶州を狙うは孫孟徳のみにあらず、他の者もいずれ命を捨て。ないとは申さぬ。後では露宿殿が没し、
強行に慶州を奪い取ろうという話が出ていると聞く。だが今我らの命を捨て慶州を得たところで先があるまい。曹操が果たしてそうかな。二人の利が一致することもある。それはいかなることか。双方の望む地、慶州を守る軍神関雲長、そなたの排除よ。なんと拙者一人のために義と呉が組むと。そなたはもはや国の命を変え騒乱を呼ぶ者。劉玄徳の志に反する存在となってしまったのだ。よもやそのようなことになっていようとは。劉玄徳の義弟よ、この慶州をめぐる戦、小生が力を貸そう。そなたがここで倒れては乱世はより混迷を。佐治殿、ご助力感謝いたす。共にこの地に攻め寄せる敵を撃ち。諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授く。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。攘夷を抑えられてよかった。
班長を攻める足がかりができたな。新たな時代を芽吹かせよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。班長へは近づかせん。お前たち、俺が止めてみせる。すごく強そうな人。でも精一杯頑張ります。先方の務め果たせなかったか。でも申し訳ありません。よかった、これで繁盛に向けて進めるね。敵将小生が討ち取った。新たな時代を芽吹かせよ。活躍の場残しといてくださいよ。この繁盛職には渡さぬ。守り抜いてみせよ。されど班長は断じて明け渡さぬ。我が班長は落ちぬか。さすがは総人、堅い守りを。やれやれ、なんとしぶといことよ。やはりそう猛徳を打たねば波動は潰れんか。このままじゃ諸君の奴らに押されちまう。援軍はどうした。班長は関羽。
ウキンの降伏を小山一皆拙者の言を心し北からは義南からは呉が迫るか包囲を破り生きてこの地を脱出せねばおのおの死力を尽くして進むのだ南西の臨所で落ち合おうぞ領地を制するは兵法の興味我々はこの地で防衛線を維持するぞ包囲を破りここまで逃げ延びるとは随分手間取らせてくれたな貴様らの命運もここまでだ覚悟せよ惑いたまえなおここまでだがお前たちにもはや逃げ場はないぞ敵将将生が討ち取った詰めておきながら倒せぬとはどうなることかと思いましたがなんとか包囲を突破できましたねよっリモコも諦めてはおるまい兄者のもとへ戻るまで気を抜いてはならぬ劉玄徳よこの戦は人徳とはかけ離れるさじか止めないでくれ私は何としても弟たちの仇を討たねばならぬ私憤の戦を起こすとは嘆かわしいことよだがそれもまた劉玄徳であるか
そなたはまだ死んではならぬ。サチ、感謝する。この戦はただ一度の過ち、そう信ずればこそ今は竜玄徳を支えよう。ルンチョ、玉徳、お前たちの無念を晴らそう。医療へ進軍し、孫権をこの手で撃つ。恐ろしいほどだ。悲しみがあの男を修羅に変えたのか。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます。兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。みんな姿勢を上げよう。諸君を迎撃するのだ。さあ諸君はついに医療までたどり着いた。兵器を稼働させろ。この地は必ず守る。諸軍が戦線を押し上げてきたな。敵から援軍を呼び、攻撃を仕掛けるぞ。敵に向けて進軍だ。行くぞ。今こそ敵軍を消滅せよ。劇場に支配され気づけなかったようだな。劉備よ、お前はすでに我らの術中だ。何、どういうことだ。孫厨房の堂々たる態度、やれやれしてやられたかもしれぬな。すまぬことを。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの俺が攻めてきたぞ。みんな直ちに配置につけ。この指揮は味方の退路、決して五軍には渡さぬ。足場となる。必ずや確保せよ。ここを抜かれれば医療
すぐそこ。絶対に食軍の奴らを突破させるな。食の軍勢を撃退するぞ。弓戦車始め。おお、よくやってくれた。劉備殿、ここは撤退を。分かった。白帝城まで撤退する。みんな必ず生きて駅州へ戻るのだ。申し上げます。リクソンが白帝城への道を塞いでいる模様。五軍め、すでに手を回していたか。みんな進め。リクソンを撃ち退路を開くのだ。背徳の命数は尽きようとしているか。だがここで希望の光を消してはならんて。背徳は小生が守ってみせよう。陸白玄を除き速やかに撤退せねば。よし、ここで防御体制を取るのだ。劉備、逃がしませんよ。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。惑いたまえ。諸葛亮様より伝令、こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。リクソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。白帝城を急ぎ撤退しよう。劉玄徳を救うため、小生も死力を尽くさねばなるまい。佐治は劉備を危機から救い、白帝城へ逃がした。劉備は失意のまま病に伏せてしまう。劉備こそ新たな時代を切り開く英雄。そう信じた佐治は彼の窮地を幾度も助けた。各地の戦いで暗躍し、体得の天下を目指してきた。だが今その戦いも終わりを迎えようとしている。佐治は孫昌公らが眠りについた深夜に劉備を訪れた。最後に一度だけ彼と語り合うために。玄徳様。お前はサジか。体得よ、大志を遂げる前に病に倒れるかね。ああ、そのようだ。すまない。お前にも何度も助けられたというのに。何の、すべては小生が好きでやったまで。感謝する、サジ。このような姿で申し訳ないが、ようやく礼を言うことができた。今何か望みはあるかね。できるならば将校殿が。あまり悲しまねばよいのだが。深く悲しむことが、
報いであろうよ。そういうものか。さらばだ、サジ。私はそろそろ兄弟のもとへ行かねばならぬ。人の性のなんと儚きことか、人の世のなんと虚しきことか。さらば劉玄徳よ、願わくはその仁が続く者らに受け継がれんことを。